はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともでございます。今回は、竜曹ちゃんの34話ですね。34、35話か。35話のお話の感想でございます。まあ、見た感想ですが、結構いいお話でしたという感じです。そんな感じの回でした。まさかマスターレッドも蘇ってくるとは思いませんでした。けども、そんな感じですね。とにかく今後の郵送じゃなくて楽しみな分子です。投稿者でした。ということで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。